ゆっくりがお送りするゲロビバグゲー実況どうぞ。常に新たなバグが発見されて悪用されるゲームマリサもいますよ。アストレア君のゲロビー力が一時的に1000分の1にされる神対応すごい。カバグ利用者本当にバンされとるんか。マクロリスキル全スルーネイもさすがに今回は仕事したやろ知らんけど。そういったことで今回は小田川の健全ゲロビ機体に銀図ばらまき最新を散歩支援でイサ順勝やってきます。マップは今週解約されたばかりのリスキル確定マップ鉱山都市です。唯一突チャンスのあった左上と右下の本拠点もなくしてしっかりと防衛できるよう数字拠点増やす。むしろこのマップなんで復活させたのか常人では理解しがたい楽しめる要素ゼロの20分ダラダララインテンさせるだけのマップに今回も仕上げてきております。むしろこいつなんでまだこのゲーム続けてんだ。ガンエボかブルプロハヨサービス開始してください。初動は360コスでバズゲロビする機体ゼータ3号でわしが南に張っときますんでみんな安心して中央ですりつぶされてきてくれ。初手壁地に逃げる典型的を散歩順勝。言うて回収後もくっそ広いマップなんで南北は割と根づくる印象あります。とにかく拠点までが遠いんでネズミプレイヤーにも優しくない地形。霊夢さん何やってるんです。よし。よしじゃねえわ、アストレアバグの再現やめろ。ちなみにワシリベでもアストレア持ってないんで一切バグ利用してませんので勘違いしないでほしい。勘違いさせるような動画出すな。おっとそんなことよりエクシア根付いてますよ。はよ誰か止めんと。自分が南警戒しに来た意味を考えろ。わしが根ず止めるっけねえ。むしろその答え出すまでなんで考えたん。さっけなよエクシア全然弱体されてねえじゃねえかよ。オッズ3号くん360コスやぞ。エクシアはむしろトランザムでの拠点ダメ以外は強化されてるんで今まで通り MS-1000 も突にも使える万能機体リベ UV。だがこういうこともあろうかと2機目のコスパ最強ゲロビ機体リゼルちゃんでさっきのエクシアを完全に支援逆恨みね。粘着でもう許さねえからな許せるぞ。相変わらず極細マヨビームな見た目ながら320コスにしては効果力な照射力なんで順勝が絆こじきするには意外と使いやすいな。むしろこの細いビームの方が前見やすいんで当てやすいまである。じゃこっちでもやっとこか。この値でどんな挙動をしてもゲロビ効果が重ねがけされるといった効果は一切ありません。ワンチャン他の機体でもこういうバグありそうで怖い。エッキー攻撃やゲロビってバグ多いっていう噂もあるらしいですよ。知らんけどやりたいネタやったんでゲロビ絆ゲーに戻ります。しっかり肉壁やってくださいね。召喚はマジで全然地獄やからね。あれちょっとビルのくぼみにはまっとるぞ。どうなっとるんや。このマップこういう地味な段差多いんでイライラがマッハ。しかもこの中央エリアの遮蔽物がごちゃごちゃしてるようで結構スカスカなんで格闘で突っ込みにくいけど射撃も通りにくいってすげー中途半端な感じが嫌い。ゼブローの中央に似てる感じあるよね。冷えファンプムさん来た。こういうダッシュ格闘系も微妙に届かない距離感あるんで射撃メインに戦った方がええと思う。ただ中遠距離だとエイム当たらないんですが。それは知らん。その後も細ビームを触りで絆キル取れたり取れなかったりする火力あるのかないのかわからない微妙なプレイングを維持。多分火力は結構あるゲロビなんで中の人のエイム力があればそこそこ優秀な機体だと思う。中のやつ誰だよ。だよやばい死ぬ戦略的逃亡。変形で離脱スピードもあるんでこういうマップだと相性いいかも。支援3.9。内臓の2点腕ぐれも赤炉誘導はないものの弾速速くて牽制や削りに便利。ただもっと DP 欲しい。この機体最大の欠点はDP 奪える武器が全くない定点。コストの割に火力は高めなんだけど相手の足止める武器がないんで結局こすりに徹するしかないんよね。黒 V ガンの麻薬みてえな性能。変形で突にもついてけるんで
きあらばネズ運用なんかも良さそう。そんな好きめったにないんですけどね。最後はビルに行って阻まれる不慮の事故、周囲の確認を怠った自己責任。3機目は安定のコスパ最強銃撃からみちゃんでネズミしてる一夢を溶かす地区の所要動物愛護団体の人こいつです。それは悪い一夢だから大丈夫だよ。犬じゃないよ、メカだよ。これゲームの中のことやろ。お前の切れるスイッチがわかんねえよ。とにかくこのからみちゃんは安定官軍罰の340コス銃撃なんで、わしでも丁寧に乗ればそれなりの戦果だせ。何の成果も得られませんでした。これただ単に対象が中身盛んの順勝転がすだけのクソゲーじゃねえか。正直今の召喚戦場って出荷順勝多すぎ問題あると思う。ラストは最新320コス支援機のストライクルージュでしっかりと支援ポイント稼いでいきたい。支援ポイント稼ぎたいならもっとしっかりとした支援機乗った方がええよ。いや支援機はそんなの乗りたくないんすよ。支援もできる強襲に乗りたいんよ。それはなんとなくわかる。それなりのライン戦しつつ片手間に支援もしたいってのは割と需要あると思うんよ。そこを狙った発想は良かった良かったんだけど、この機体強襲としても支援としてもあまりにスペックが足りなすぎる失敗作。火力もないし支援能力も低すぎる。強襲も支援もできないわけわからん機体になってもうてますよ。せめて銀図にもバズあればまだ使えた。その後リードしていた小田川がじわじわ押され始めて、気がつけば4取られてゲージも逆転される危機的やべえ展開。どうでもいいけど霊夢さんに何ばっか言ってますね。いやたまたまやろ、たまたま南防衛行ったところでやられるの多かっただけやろ。ともかく4取られると突も難しいマップなんで、必然 B 拠点前で延々防衛する展開になるんすよね。一応拠点さんの右あたりに補給艦出せるんで合わせ突できるけど、やっぱ Y までが遠いんでなかなか刺さりにくい。1や5分でもすぐバレるし、逆に南北の数字拠点減らして補給機ビコ出せればワンチャン逆転もあっておもろかった。たかもね。とにかく突らせたくないってのが前面に出すぎて、中央のライン線が間延びしやすくて20分が非常に長く感じるマップ。しかも4を取った側もなかなか B や A を攻めにくいんで、拠点前で膠着しやすいと思う。B 手前と北のトンネルから挟み込めるんで、守る側が言う話ちげえじゃねえかよ。まあ4取られてる時点で結構な歩兵差ありますし、おっしその後補給突に完全に出遅れるストライクルージュの補給も潰されてあっさり敵ファントムに見つかる。ここはもう突は無理なんで、あのファントムだけでもやってやりますよ。いやさすがに足回りいいとはいえ支援機じゃ無理っすよ。バッキャローナラティブさんも足を守ってくれたんやぜ。霊夢さんが見捨てたとも言える。許せねえ。これはナラシーさんの分。誰もいねえよ。誰もいねえはっていうことがありましてね。最後にオッツ3号の見せ場も作っておかんとなと思いました。他の機体もほぼ見せ場なかったですけどね。正直順勝が辛すぎるんよこのゲーム。マジで他の順勝のみんなどうやってモチベージしてるか知りたい。強化された機体は許すな。運よくトランザム切れと味方のワールさんに救われたな。ありがてえ、さすがプーハント。ラストは味方のネズ職人が刺さるもギリ追いつかず僅差の敗北を強い。久々のオダリベ戦でいい試合でしたね。ただこのマップはもうお蔵入りにしてもろて、やりたくないマップがまた一つ増えましたね。順位は安定の下位クラス。つかこれさすがに順勝多すぎない？最近の召喚戦って対象と順勝が極端に多いイメージ。召喚内が実力差ありすぎてどうあがいても無理ゲー。少々中将ってこんな少なかった？セクションリーグが常設された理由がなんとなくわかる。順勝なったやつからセクションリーグに逃げろ。とりま皆さんお疲れ様でした。来週はシンデラックスガシャコン実装でデッテニーテイコストとレッドドラゴンに天ミナが実装。レッドドラゴンは格闘機に強い360、アマツミナは鉄器撃破でロックが外れる360。個人的には低コストの方が欲しい。さらに今後のアプデで設計図販売が日替わりパック方式になる模様。交換には専用チケが必要で、
その専用チケは GP 購入やイベントで手に入る予定。今まで販売されてなかった設計図も店売りされるらしいんで期待。さらにアドカス3段階目が可能になったり、伝説の海マップドアン島もリニューアル復活予定。しかもドアンザクがエース仕様でプレイヤーが乗れるらしいです。サイコガンダムみたいな感じかな？つうことで新機体待ちつつまた次回。